ロームルス、ロームルス、ロームルス、紀元前771年、紀元前717年7月5日は、ローマの建国神話に登場するローマの建設者で、伝説上の王政ローマ建国の初代王である、レムスの双子の兄弟、ロムルスとも呼ばれる。ラテン人貴族の子として、アルバロンガに生まれ、叔父、アムーリウスを倒して、祖父ヌメトルをアルバ王に、 福井させるなど、様々な冒険を経て、ローマを建国した。最初の国王として、元老院や軍団、礼儀王、七つの丘の城壁など古代ローマの根幹と、なる概念を整備した。また勇敢な王として、他のラテン都市やサビニ都市を征服して、国を豊かにしたが、同時に、強権的な王として、元老院とは対立したという。ロームルス王と、王帝。 レムスの伝承は多くの場合、史実というよりは何らかの背景をもって伝承された神話と考えられているローマ神話。記述者によって細かい部分が異なるが、基本は同じ内容になっている。プルタルコスによれば、古代ギリシア人との戦いで滅んだトロイアの末裔アイネーアースとラテン人の女王ラウィーニアとの間に生まれたシルイウ,ウス王の末裔によって代々、 ラティウは収められていた。彼らは、シルイウス王のイボ兄弟アスカニウスが築いた都市、アルバロンガに王宮を持っていたことから、アルバ王と呼ばれていた。シルイウス王から11代後のアルバ王、プロカが亡くなると王位は、長子ヌミトルへと引き継がれ、次男、アムーリウスは、王位の代わりに、祖先はアエネーアースが持っていたという、トロイア王家財宝を受け継いだ。 だが王位を欲したアムーリウスはその財宝を駆使して、貴族や軍を味方につけ、兄を追放して、王位を奪い取った。王となったアムーリウスは、ヌミトルの一人娘で名であるレアシルウヤを神殿に、命じて、ウェスタの巫女とした。巫女は神に体を捧げる聖職者であることから、婚姻や貫通を許されず、これで、兄の血筋を断絶させようと目論んでいたのである。 遺説では、シルウイアを手込めにしようとして失敗したとも言われている。神殿に軟禁されたシルイアであったが、その美しさを気に入った軍神マールスに見染められる、ヘイラクレースとする伝承もある。神であれば、巫女でも身を捧げてもよいと考えたシルイアは、千切りを、結び、双子の子供ロームルスとレムスを授かる。アムリウスは、シルイアの言い分を認めず、王位を継ぎうる。 双子の子を殺すように兵士に命じる。だが兵士は幼い双子がれんで、彼らを籠に入れて密かに川へと流すのだった。ティベリス川の精霊は川を流れる双子を救い上げ、川のあぜに住むメスオオカミに預ける。やがて羊飼いフカウストゥルスが双子を見つけると、妻と相談して引き取ることにした。彼の妻であるアッカラアーレンティアの正体は女神家、レースであり、ヘイラクレースからの意向を受けて、 ファウストゥルスの妻となり、双子を拾うように仕向けたという説もある。このエピソードは、双子の印象を決定づけるものであり、狼の父を吸う、双子の像は二人の伝承を示す、一般的なものである。神話のすべての晩はロームルスが羊飼いとして成長したと伝えている。ある時、弟レムスがアムーリウス王の配下と居酒屋を起こし、兵士に捕らえられて宮殿に連れ去られる。 その過程で、ロームルスとレムスは自分たちが、アムーリウス王のおいで、遊兵されている戦王ヌミトルの孫であることを知る。ロームルスは、弟と祖父を助けるために剣を取り、アムーリウスと敵対する、羊カイラを率いて王宮へと攻め入った。激しい戦いの末、アムーリウスは、双子の兄弟によって撃たれ、捕らわれていたヌミトルは解放された。 ヌミトルは二人の孫に王いを継ぐように進めたが、彼らは祖父が大いに泊まるべきだと述べた。ローメルスは母、シルーヤに別れを告げると、自らの王国を起こすべく、レムスと宮殿を後にした。二人の後には双子をアルバ王と認めた貴族や、彼らの武勇を聞いた兵士たちが従っていった。新しい王国を作り上げるために、双子は、 どのような土地がふさわしいか議論を交わした。レムスはアウェンティヌスの丘に城壁を築くべきだと進言したが、ロームルスはパラティーノの丘が適切であると考えていた。二人は神の啓示で決めようと話し合い、二つの丘にそれぞれ祭壇を用意した。先にレムスの祭壇には神の僕であるしが6羽舞い降りたが、少し後にロームルスの祭壇には12羽のしが舞い降りた。 ロームルスはより多い鷹が使わされたことから刑事は自らに下されたと考えパラティーの丘に町の建設を始めた。兵士たちは丘の周りに城壁と国境線を兼ねた溝を掘り住居や農地を切り開いていった。だがレムスは数は少なくとも先にわしが舞い降りた自らの方こそ神の刑事を受けたのだと譲らなかった。何時しかロームルスは レムスと抗論を重ねるようになり、兄弟仲は非常に悪くなっていった。そしてある時、レムスは兄に対する侮辱として、国境の堀を飛び越えてみせた。後代の歴史家リウウスによれば、弟の挑発にロームルスは激怒し、レムスと決闘を行うことになった。共に武勇で知られる兄弟であったがこの戦いでは、ロームルスの肩が勝り、レムスは命を落とした。 弟の亡骸を前にしてロームルスは、この壁を越えんとするすべての者のに災いをと祈りを捧げたという。リウィウスは、同時に後世にはもう一つの伝承が残っているとも書き残している。その伝承では壁を乗り越えたレムスを殺めたのは、ファビウスという将軍であった。ロームルスは、ファビウスの行動を認めつつも、弟の死を悼んで丁重に埋葬したという。 レムス没後、ロームルスは都市を完成させるとその町をローマと名付けた。古代ローマ文明にとっての第一歩が踏み出されたのである。国づくりにあたってまずロームルスは、廃下の軍勢を整備することを決め、三千名の不評と三百名の騎兵を選抜して、彼らにレギオー、ローマ軍団という名称を与えた。また貴族に関しても百名の大貴族からなる元老院を作り、 彼らと意見を交わすことで有力貴族を国王の支配下に収めた。彼らは他の貴族から区別される形でパトリキという称号を与えら王に次ぐ存在として国政に携わった。パトルヌスとクリエンテスという一種の主従契約に基づいた独特の社会階層も形成されていった。ローマには周辺にある他のラテン人都市から次々と移住者が訪れて、 急速に発展していった。ロームルスは人口増加に対応すべく、かつて弟レムスとの居かいのもととなったアレンティヌの丘を含めた7つの丘に新しい居住区を築いたローマの7級。そしてこれらを囲む城壁が建設され、今日のローマ周辺部の基礎が出来上がった。ロームルスは順調にローマを豊かにしていったが、居住者が男性に偏っていることが、 悩みの種であった。祖父であるアルバオをヌミトルに相談すると、ヌミトルはラテン人と淵深いサビニ人と交流してみてはどうかと提案した。ロームルスは早速ネプトゥーヌスを祀る催しに同じラテン人の国々だけでなくサビニの国々を招待することにした。祭りは盛大に行われたがラテン人の力を恐れるサビニ人たちは申し出を断り、 それどころか、同じラテン人の国々も新興国ローマを警戒して、女性の移民を控えるとした。これに起こったロームルスは祭りに来ていた国々の娘たちを力づくで、ローマへと連れ去り、妻を持たぬ男たちへと嫁がせる行動を起こしたサビニの女たちの略奪。娘をさらわれたラテン人の国々やザビニ人は、ローマを避難したが、ロームルスはこれを一周した。 ローマの蛮行に、カエニナ、アンテムナエ、クルスツメリウスというローマと敵対する三つの天神、サビニ人の国が挙兵して、ローマ最初の大規模な対外戦争が勃発した。ロームルスは、レギオを率いて、戦争に赴き、ローマに攻め入ってきた、諸国軍をことごとく打ち破った。主力であった、カエニナ王国の王アクロンは、戦場で討ち死にし、ロームルスは、 アークロン王が身につけていた鎧を戦勝物、スポリアをピーマとして、主神ラティーヌスに捧げたと伝えられている。ロムルスは同胞である、カエニナ王国に寛大に接し、彼らすべてを、ローマ王国の民として取り込んだ。続いて、アンテムナイトクルス・トゥメリウスもローマに破られ、併合された。やがて様子を見ていたクレスの王、ティゥスタピウスに率いられた軍勢がローマとの戦いに、 参加した。タテウスは、ローマの一角を占めるカッピトリヌスをかへの攻撃を行った。丘の守備隊は、クレス軍の攻撃を退けたが、タテウスは、指揮官の娘、タルペイヤを牢絡して会場させた。タルペイヤは、タテウスから協力すれば、例として、兵士たちが身につけているもを渡すと言われ、これを、兵士たちが身につけている金の腕はと考えていた。しかし、兵士たちは、 腕輪ではなく盾をタルペイヤに投げつけ、彼女は盾に押し潰されて死んだ。タティウスの作望でカッピトリヌス砦を奪われたロームルスは主力軍を引き返し、両軍は都市中心部の大広場で激突した。戦いでは最初ローマ軍が不利を強いられ、ロームルスはフソラティーヌス人に勝利を祈ったと伝えられている。翌日、ローマ軍が反撃に転じて戦局は逆転。 破れたクレス軍はローマから敗走していった。直ちにローマ軍はクレス軍への追撃を開始したが、そこに連れ去られていた住民のうち、サビニ系の人々がロームルスにザビニの国々に寛大な処置を行うように嘆願したという。ロームルスはクレス王、ティトスタティウスを共同王に迎え、サビニ人の有力貴族に元老院議席を与えることを対案に、 サビニ全土を併合した。伝承はロームルスが突如として、豪雨の中にその姿を隠したことで終わりを告げる。誰かに暗殺されたのではないかとする者もいれば、神として天に戻ったのだとする者もいたという。歴史家リウィウスは以下のように書き残している。リウィウスはロームルスは暗殺された可能性が高いと、見ており、ユリウス・プロクルスは神格化を行うことで、 罪の追求を免れようとしたのだと推測している。共和制末期の政治家キケローは、プロクレスは、貴族ではなく一階の平民で、貴族たちに押されて、ロームルスの夢を見たと証言したという説を主張した。また、キケローのロームルス暗殺と深刻化,化に関する論考は、彼の著作によって、広く知られるところとなっている。低世期の歴史家、カッシウスデオは、前者二人より、 さらに具体的にロームルスは暗殺されたと論じている。彼の著作、ローマ史で冒頭に位置するロームルス王の表伝において以下のよう述べられている。元老院によってロームルスはクイリーヌス神の化身であり、属性での目的を果たして天に帰ったものとされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。